や、ワクツプロは日焼けも綺麗ですよね、これ。まあ、あの天然の日焼けじゃないですからね。あ、そうなんですか。はい、あのヒサロに行ってますね。あら、そんなこと言っちゃっていいんですか。大丈夫です。あ、ですか。多分大丈夫だと思うけど、あれ NG はないですよ、さすがに。はあはあ、自分で言ってますから。土屋さんも行かれてるんですよね。あの僕はね、はい、あの他の番組の企画で、はい、ダイエット番組を担当させてもらって、はいはい、で、まあ、痩せたんでせっかくですから日焼けサロンも行って、はい、もっと引き締めた格好にしてきてくださいっていう番組側からの依頼があって初めて行きました、はい、すごい緊張しました。どうでした？だけど、はい、誰もいないかと思ったら結構常連さんがいて、はい、うん、みんなその普通に来てて、はい、特別なところに来ているって感じでは全くなかったんで。なるほど。緊張して損しましたね。いや、でも緊張しますよね。緊張します。うん、はい、ワクツ・アキラいなかったですか？そこにはいなかったです、はい、なぜかやっぱりあのおじさんばっかりでしたね、自分と同じぐらいの。へえ、流行ってるんでしょうか。流行ってる、うん、だからこれは一色一直線ですね。一色一直線。これは大島は仕掛けていった方がいいんですか？はい、自敗で。そうですね、もう一つ統一があると、まあ面本地位というをちょっと見ると一枚目スルーもあるかもしれないですけど、うん、仕掛けちゃって本一ちゃんと、あ、いいね。おお、ただトーンはもちもちですね。なるほど、もう今数万切っちゃうまでありましたけどね、急いる前に。あ、そうか、うん、これはリャンゾーじゃなくて、何、一通がいいの？リャンゾーでしょ。うん、そうだよ、それが普通だよ。まさかのね、ワクツ・アキラ君のね一通を睨んでリャンゾーを残したいのかと思ってね、そんなことないですね。ワクツはそれほど一通に対するこだわりないですね。全然別に、はい、こだわりないです。しかもイーソー3枚切れですからね、うん、なるほどね、うん、はい、これはでも白が一枚山ですね、大島プロね、大きいな。大島は数万右端に置いてもう切る気満々。満々ですね、マンズでメンツができました。アキセです。とりあえず9ピンを切って単野にしとくか、ペンチーピンも拾うためにウソを切ってイシャンテンにするのか。そうですね、はい、ここは9ピン切って単野への道、アキセです。うん、大島プロの欲しい3万ね、山に3枚ありますけどね、はい、どうしよう。マンズの伸びをドラなんですよね。マンズの伸びを一応一回否定して一応6チパンを見て馬切りもある、うん、このドラを生かしていこうというワクツ。ドラを持ってきた、うん、まあ、これは残して数万ですね。先に残して数万、はい、あは、いや、まあ、この3個に積もり3個になるかもしれないんで、そうすると大島は3万とかはチーしない方がいいんですか？いや、しちゃってもいいと思います。してもいいんですね、はい、今ペーチャーなんですよね、うん、全然しちゃってもいいと思います、はい、おお、いや来た、どっちに受けるか、ちゃんたに受けるのか、積もり3個に受けるのか、はい、あ、3個に受けた。つもり3個に受けましたね。そうするとトンはない。はい、リャンマンですか？リャンマンです。名本ヤクヤク、リャンマン2枚あるんじゃないですか？リャンマン2枚ありますね。誰の手にもないです ね、 ね、うん、一応ペン3万に受けると出た場合ハネマンだったんですよね、はい、はい、でもこのままだと出ると満貫なんですけど。そうですね、うん、だったらリーチもありかなと。そうですよね、はい、ここはこっそりと
こっそり行くなら、うん、ペンサンマンのダマロンハネマンって言われる方がインパクトが強いので、まあね、うんうん、はい、つもりに行く手でこの受けにしたならリーチもあるかと思います。そうですね、はい、はい、でこれね、リャンマンが使えそうなのがこれ明日ぐらいでしょ。あ、テンパイですか。メンタンピン、ね、ドラ、メンタンピンドラリーチ打ったアキセ、これを受けてどうする大島。これ追っかけじゃないですか。まあ9万切るかな。じゃあ現物の9万切って、ああなるほ ど、9万を切ってたまた一応リーチ社の現物にウーマンがあるので、あ、筋にはかかってる、はい、あ、サブロック予想天敗、親がサブロック予想天敗が強そうだけど、なんでワクスは黙ってんだんですか。3ピンが強いですもんね今のね。一応ドラ筋ですからね、うん、3ピンね。サブロック予想なんで黙ってんなんでしょうね。これはこれ自信作でしょ、だって、うん、まあどうでしょう、秋瀬のパス走が早いから9走ぐらい釣れるかなっていうことなんでしょうかね。ただ次行っちゃったりするんじゃないですか。一巡回しはしない、うん、闇天続行、うん、まあこれで本当天の声やったらまた聞いてみたいです ね、はい、そして大島はこれどこまで頑張れるんだ、うん、大島プロもう一巡回ってもう誰もリャンマンとか下ろしてこないんで、うんうんうん、まあ行っちゃってもいいんですけどね。そうですよね、もう積もりに行くんだという考え方もあるんですが、うん、ね、自敗下ろせないションパイの、まだ上がれない、誰も上がれない、うん、シードところにチューン、そしてアキセ、いた、大島積もりましたよ、リャンマンメンホンペイ、うん、メンホン3個ヤクヤクですね。そうですね、ヤクヤクですね、はい、いや大きな手を上がりました、うん、選択がはまりましたね、受けの選択ありましたからね。本当ですよね、はい、結局3万出てないですもんね、うん。